価値とは、あるものを、他のものよりも上位に位置づける理由となる性質、人間の肉体的、精神的欲求を満たす性質、あるいは、真、善、美、愛、あるいは、人種など人間社会の存続にとって、プラスの普遍性を持つと考えられる概念の総称。ほとんどの場合、物事の持つ、目的の実現に役に立つ性質、もしくは重要な性質や程度を指す。 何に価値があり、何には価値がないとする一人一人のうちにある判断の体系を価値観という。倫理、哲学及び刑法学においては価値は良いという性質のこと。逆に悪いという性質は反価値という。講義には両者を合わせて価値と呼ぶ。最も重要な用法は新感度学派によるもので、自然界と英知界の二元論的世界観のうち、 後者に重きを置き価値が判断の際の必須条件であると考える。経済学では商品市場で取引される価値を二つの面から研究する。欲求の充足という商品面からのアプローチが公用価値説で、もう一つが生産面からアプローチした労働価値説である。価値の根源を人間の欲求に求める説。欲求は主観的なものであり異なる。 個人間での比較のための絶対的尺度とはなり得ない。交換が行われるのは相互の欲求に差異があるからであり、交換により双方が利益を得てパレート効率を達成する。公用価値説は価値を商品固有の属性とはみなさないため、価値という用語の代わりに公用を用いる。公用は個人に特有で主観的なものであり、異なる個人の公用は比較できない。 そして、取引成立のための最終交換単位による、公用の増加分が、価値決定に大きな役割を果たすことを明らかにし、古典派経済学で有志用価値と交換価値と、公用と限界公用によって、商品面から統一的に説明した。人間の労働が価値を生み、その労働が商品の価値を決めるという説。アダム・スミスや、 デビッド・リカードを中心とする古典派経済学で考えられ、カール・マルクスに受け継がれた。水は有用だが、通常は安価であり、宝石はさほど有用とは言えないが、非常に高価である。これは価値のパラドックスと呼ばれ、これを説明することは初期の経済学の難問であった。これを解決するため、交換価値と使用価値をはっきり区別し、 直接の関連を否定して考えるようになった。すなわち、水は使用価値は高いが交換価値は低い。また、宝石は使用価値は低いが交換価値は高い。古典派経済学では価値の代償の理由として希少性が考えられた。近代経済学では全部紅葉と限界紅葉の区別により二者を 商品面から統一的に説明することでこの問題を解決した。希少性と限界価値水の価格は砂漠などでは非常に高価となる場合もあるが通常は安価である。その理由は水がすでに豊富である場合には水の追加一単位の価値が低いことによる。希少性と労働価値水の価格は砂漠などでは非常に高価となる場合もあるが通常は安価である。 その理由は、水がすでに豊富である場合には、水が消費されるまでに費やされる、労働力は最小で済むことによる。マーケティングにおける価値は、顧客知覚価値としても知られ、他の製品と比較した場合の、ある製品の利点とコストに対する、見込み客の評価の違いである。ありがとうございます。